ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、中国 BYD のですね、超高級車ブランドヤンワンブランドからですね、もう発売がねこれ秒読み段階に入っている、高級 SUV U8 に関するですね最新動向としてですね、まあ、特にですねその目玉機能と言われていた、水上走行機能のねこれ詳細が発表されました。とにかくですねこれインパクトが強いですね。もう映像なってますけども、具体的にはですねこれ30分間もですねこれ冬水中走行することができたりですね、まあ、なんといってもですね、旋回だったりですね、もちろん進むこともできると、まあこういう機能をはじめとしてですね、現状までに分かっているですねこの BYD のフラグシップ SUV であるね、U8 に関する最新動向をね、まとめていきたいと思います。まずですね今回のヤンワンブランドとは一体何なのかですけれども、 BYD がですね2023年のドアタマに立ち上げてきたですね、本当にハイエンドブランドということになります。はい、こちらのマトリックスになりますけれども、BYD のですねこれブランドマトリックスを示していると、まずはですねこれ BYD ブランドとしてですね主にねこれ王朝シリーズとこれ海洋生物シリーズというね、まあ、2種類が存在すると。例えばですね既に発売中のアット3ですけれども、これはね中国市場においてはユアンプラスという名称なのでこれ王朝シリーズに該当すると。まあ、対してですねこれドルフィンだったりねシールについてはですねこれ海洋生物シリーズにもちろん該当すると。次にですねこれメルセデスとの合弁体制を敷きながらですね、BYD が株式の9割をですね、保有することになったと。よってですねこれ実質的なこれ BYD のプレミアムブランドになっているデンザーも存在しますね。すでにですねミニバン EV D9 爆売れ中です。ミッドサイズ SUV N7 も発売しました。さらにね3列目シートを搭載したミッドサイズ PHEV になりますが、N8 こちらね、合計3車種ラインナップしていると。さらにですねこれデンザーよりもね、まあ、ややプレミアム価格帯でありながらですねよりパーソナライズ可能な専門ブランドとしてねファンチェンバオねこれ設立しました。特にですねこれ既に正式発表されているオフロード SUV バオ5、このチャンネルでもねこれ解説したと思いますけれども、特にですねこれねレクサス GX とかですね、まあここら辺対抗車種ですけれども、あっ圧倒的にですねこれ安価な値段設定になることによって、まあ実際にですねこれ正式発売スタート予定の10月以降ですね、まあ特に若者世代に対してですねどれだけブランド価値広めることができるのかと、まあ大きな注目が集まっている状況であると。そしてですねその BYD グループの頂点に存在するのが、今回のねハイエンドブランド、ヤンワンの存在です。今回の U8 についてはねすでに正式な先行発売価格も発表済みですね、先行予約もスタートしています。その値段設定ですがズバリ109万8000円、日本円に換算してなんと2224万円からというね、まあ、超高級車に該当すると。そしてですねこの U8 9月の20日にもですねこれ正式な発売がスタートすると、まあ、すぐにねこれ多分納車がスタートするでしょうから、まあ、現在のですねこの BYD の EV テクノロジーのねもう集大成的な EV としてですね、まあ、既に発表されている通りその場でね方向転換可能なタンクターンとかですね、まあ、そこら辺はじめとしてねその詳細のスペックにですね今大きな注目が集まっている状況であると。はい、実際にですね今回の現状までに分かっている U8 のスペックをですねこれ簡単にまとめましたので、改めてねこれ、過去にもですねこれ多分動画取り扱ってますけども、簡単にねこれおさらいしていきたいと思います。特に注目すべきスペックですけれども、 50kWh 弱のバッテリー搭載してます。で発電用のエンジン搭載しているいわゆるねこれレンジエクステンダー車両になります。 EV 航続距離 180km です。75リッターの燃料タンク搭載してますので、最長航続距離実に 1000km を達成します。そしてですね注目すべきは前後合計して4つのモーター、クワッドモーター仕様になってます。まあ、なのでですね先ほどの説明したようにその場でね車両方向転換可能なタンクターン、これね標準搭載されてます。さらにですねこれ BYD の最新サスペンションシステムのね D-SUS-P、 これね BYDグループとしてこれ初めて採用します。なのでねこれゴリゴリのオフロード SUV、 もちろんそのね性能を達成できますし、都市部におけるですねこれ乗り心地の向上、ここら辺もね両立させることができると。特にですね前者のオフロード性能としてまあ注目されているのがね、まあ、最大渡過性能になりますけども、なんと今回の U81.4m というねもうちょっと化け物級のスペックを達成してきていると。さらにですね今回ねこれ追加で判明してきたのが、仮にですねこれ車両がねまあ 1.4m とかですね、もうとにかくめちゃめちゃ深い川に入ってしまった、まあ、だったりですね、特にねこれ近年ですね中国でも問題になってる、洪水ですよね、誤ってですね完全に浸水してしまっている、まあ、道路
入ってしまった、まあ、そんなような状況に陥ったとしてもですね、緊急フロート機能と題してですね、おおむね30分程度ですけれども、水中を移動することが可能な機能を搭載してきました。より具体的にはですね、IP68 のこれ防水性能を兼ね備えながら、水中への侵入を検知するとね、これ自動で内燃エンジンが停止します。空気取り込み口も閉鎖されます。自動的にね、これフロートモードの画面に切り替わります。またですね、これ緊急時のためにね、ガラスルーフ自動で開きます。なのでね、これ容易な脱出も可能になると。車両に搭載されているセンサー駆使して、現在のね、水深、これリアルタイムにモニター可能です。4輪それぞれのモーターをね、これ緻密にコントロールすることで、時速3キロなんですけれども、直進だけではなくてね、これ旋回も可能になると。ただしですね、これあくまでも水中走行後はね、ちょっとディーラーでの点検が必要であると、ちょっと説明してきている。わけですね。まあ当初はですね、これ期待されていた、まあ使用前のメンテナンスを必要としない、完全な水中走行でなかったと、まあ、いうことになりますので、ちょっとですね、これ中国のウォッチャーからはですね、ややマイナスな評価が聞こえてきているわけですけども、まあですね、これレンジエクステンダー、だから内燃エンジン搭載しているモデルになりますから、まあ正直ですね、ちょっとこの 1.4 メーターっていうのは、まあ前例がないと思います。例えば、ランクルなんかも700ミリだったりね、あと一番、透過性能、高いのは確か、レンジローバーだったと思いますけども、確か900ミリだったと思います。まあ、なので、まさにですね、それらの、まあ、内燃機関モデルと比較してもですね、ちょっと極限レベルのスペックを達成できていると。まあ、特にね、今後ラインナップされるはずのバッテリー EV バージョンもね、まあ、いつかこれラインナップされるでしょうから、まあ、そこでね、完全水中走行が可能な機能にもですね、期待していきたいかなとは思います。はい、またですね、これ動力性能にも抜かりがありません。4つのモーター搭載していますので、最高出力880kW、最大トルクも、1280ニュートンを発揮すると、0-100 タイム驚異の 3.6 秒ですから、例えばね、これ私の所有しているテスラモデル Y パフォーマンスよりも速いと、まあそういう風にしてイメージしてみるとですね、まあシンプルに開いた口が塞がらないかなと思います。ちなみにですが、この U8 についてはね、オフロード特化バージョンと市街地向けのね、これプレミアムな装備内容に振ってる豪華バージョンとですね、これ2つのグレードを設定してきていると。まあ個人的に驚愕するのはですね、やっぱオフロードグレードのですね、衛星電話が標準で搭載されていると。まあ、この点はですね、これ仮にね、遭難レベルの状況に陥ったとしてもですね、これ救助を求めることができるような装備内容をですね、これ標準で搭載してきていると。まあもうもはやですね、ちょっとこれ笑ってしまうレベルですよね。またですね、ちょっとこれオプションになりますけども、専用ドローンキットも準備していると。まあ自然の中でですね、これ最高の映像を撮影可能であると、まあ、いうことになりますので、特にですね、今ね、中国ではこう、まあ自然に触れ合おうみたいな形でですね、これキャンプ非常にこれ流行ってます。まあ、なので富裕層向けにですね、こういう電気商社の新たな価値っていうのをね、もしかしたら切り開くことができるのかもしれないと。まあこういうオプション内容からもですね、そういうね、新たな価値、まあ特にですね、まあ若めの富裕層に対してね、どれだけ刺さるのかと、これ非常に期待できるかなと思います。はい、ということでですね、まあ、今回ですね、新たな水中走行映像がね、これ発表された BYD ハイエンドブランドヤンワンの U8 ね、オフロード SUV、まあ、超高級 SUV のですね、様子、最新動向をこれ確認されたわけですけれども、まさにですね、これ BYD がね、これ現在有しているもうすべての EV テクノロジーをですね、詰め込んだもうまさにフラグシップ EV ということになります。まあ、特にですね、これまで BYD っていうのは大衆車ブランドだけでね、これやってきたブランドですので、果たしてですね、これ真の意味でのハイエンドブランドがですね、どこまで中国国内で、まあ特にね、繰り返しになりますが、若めのですね、こうテクノロジーにこうより親近感のあるですね、そういう層をどれだけですね、これ取り込むことができるのかと、まあ非常にこれ期待していきたいと思いますし、やはりですね、これ競合になっていくですね、これメルセデス G クラスだったりね、まあレクサス LX とかですね、あとはレンジローバーとかですね、やはりこういうようなですね、まあ、もともと、こう、超高級ハイエンド SUV をね、発売していた高級メーカーとですね、まあ、張り合うことになればですね、これ逆にですね、まあ、それらの競合のですね、販売台数もね、かなりですね、これ、競争激化していきますから、まあ、そちらのね、
競合このセグメントのですね、販売台数動向、こちらもね、年末にかけてですね、どんどんねこれ最新情報アップデートしていきたいと思いますし、まあなんといってもですね、これ超高級ブランドになりますから、うまくいけばですね、これ BYD の収益性もですね、ちょっとこれまでとは別次元のスケールにまあ昇華することができますから、まあこれ辺も含めてですね、とにかくですね、この9月20日に開催されるね、本当の正式発売にね、発表される内容も含めてですね、最新情報ね、このチャンネルでもアップデートしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。